おかげさまでこの新刊が売れてます。アマゾンでもうずっと19日連続アマゾンビジネス賞の中の、まあ、総合1位じゃないんですよね。ビジネス賞の中の中小企業関連、中小企業経営とか店舗販売経営とかですね、そういったところではおかげさまでずっとベストセラー日本一ですね。中小企業関連とか店舗販売関連とかですね、ありがとうございます、はい、とは言ってもですね、初版が5000部で出版社の在庫倉庫には、まあ、何日か2、3日、4日前ぐらい聞いた時には出版社の在庫に1000部あるということはですね、まあ大したことないですね、まだ、うん、一般書店が7割、Amazon に3割ですけど、だいたい今の出版業界の売れるルートのシェアはですね、Amazon に最初は多分1000冊ぶっ込んでます、置いてます。でまだ在庫ありになってますから、まあわからん、1000冊でどうかな、500部は売れてると思うんですけどね。一般書店にいたんですから、まあわからん、1000部2000部ぐらい流通在庫がありますよね、うん、ですからまだまだ増版、重版じゃないと、増刷じゃないと、出退かな、重版っていうのは残念ながらですね、うん、まあでも重版には必ずしますけどね。アマゾンのレビューが今12人ぐらい、違う、もう21人か、ついてますけど、すごく評判はいいです、はい。まあ、そのうちの5、6人はですね、私の友人チームで、まあでもお世辞じゃなくて、よかったよという個別メッセージもらったり聞いて、ああ、そのままもうコッペで、アマゾンレビュー、コピーペでレビュー投稿してくれってね、頼んだやつもありますけど、あとまあ十数人ぐらいは知らない人ですからね、うん、純粋に、いい評価がですね、アマゾンにはですね、ついてますね。この内容はですね、まあなんだかんだ言っても、ね、いやどのかのって言いながら 99% の人は買いませんからね。まあこんなの買う人っていうのは、たかが1500円、1600円ぐらいでも買う人は大体、まあ店頭のウィンドウショッピングも含めて買う人っていうのは100人中1人なんですね。まあ当たり前ですけどね、ネット系でももう大体買う人はアクセス気に来た、しに来た、ショッピングカートまでこう見に来てるけど、実際にじゃあ注文する人は100人が見てどうしようかなって実際買う人はまあ 1% ですよね。ウィンドウショッピングでも店に行ってもこう見て通りかかって、でまあ実際買う人は 1% ですね。まあ大体そんなもんなんですね。そんなもんで、まあそんなもん、私だってそうですよ、買いませんよ、みんなほとんどは、本だって私は立ち読み平気で5時間6時間ぐらいですねできますんでね、うん、買いません、ほとんどは買いません。本でも立ち読みでなんとかしますよね、うん、もしくはまあ買うといった場合でも、まあ申し訳ないですけどね、私自身も3分の2は中古で買いますね、うん、まあ消費者っていうのはそんなもんですよね。そうは簡単に金は使いませんよ、うん、極力ただで、私なんかも矢沢永吉のファンだって、まあもともと矢沢永吉なんてあんな不良暴走族野郎ばっかり、ファンがね、うん、もう大嫌い、私も一番そういうのが大嫌いなんですよね、うん、ずっとファンじゃなかったです。まあところが3、4年、5、6年、5、6年前 YouTube のですね、なんだあれは、なんとかっていう、私も知らなかったけど、なんか AP バンクっていう、なんかもう無料の貢献の社会貢献的な、なんとかっていう、桜井さんっていう、なんとか有名なバンド、まあそれもほとんどは知りません。そこに招かれて矢沢永吉が、まあボランティア出演をした時のサンバディーズバイナイト、ナイトと、サンダービ、サンダサンバディーズナイト、あとはハーハーってやつですよね、なんか止まらないってやつか、あともう一つ3曲この YouTube のもう無料投稿、無断投稿の矢沢のあれがものすごくて、うわもう一発ですね、あこんな矢沢っていやこんなにすごかったのか、もうパフォーマンスに圧倒されましたね。まあ惚れましたよね、ほーって。まあそれからもう矢沢の YouTube、まあ、最近ちょっともう見なくなってきましたけど、ぐわーって
もうファンですってあちこちで行ったりしてましたけど、じゃあ矢沢のなんか CD か有料ダウンロード買ったのかって言ったらゼロです。買ってません。ただあちこちでこう言いふらしましたから、まあそれ自体はね、口コミ紹介、まあ宣伝 PR は相当ですね、矢沢のあれはしたということで、まあ音楽もそうですね、金払って買ったら、まあユーミンが私ねファンだったんですけどね、どうかな、まあそれもあれだ、やっぱり独身時代今ですかね、結婚して子供が生まれてとか、まあそんな風になったら間こう間なんとかとか、まあやっぱもう聞かなくなりましたよね。で子供が巣立って、嫁さんも巣立って、ね、独身になって、で恋をまたしたりしてですね、まあ相当しましたね。5年嫁さん出て行って独身になって今5年目ですけど、まあ相当恋をしましたね。まあ振られたこともたくさんありましたね。でやっぱりですね、なんか歌が染みますね。なかなか、まあでもまだ買ってないですね。米津玄師っていうのも2年前のなんか紅白に出た時か1年半前か、に、紅白の前12月に初めてなんかレモンがどうのこうのとかいろいろ知って、で聞いたらやっぱいいっすよね、おいいなって、でほとんど彼は無料で全部 YouTube にこう流してましたから、まあ今は流してるのかな。最近で言えば宮本明治春なんとか、バンドにずっと出てて、最近ソロになった宮地なんか、略称宮地っていうらしいけどね、あれも全然知らなかったですよね。まあほとんどまあやっぱもうテレビも見ないし、そのニュース番組と経済番組以外は歌番とかお笑いとかもね、まあ、全然知りません。まあ知らない、今もほとんど知らないですよね。だから興味ないなかったけど、まあ独身になったからそういうのもまた見出しましてね、おおやっぱいいじゃん。じゃあそのなんだ、宮地とか、じゃあ米津玄師の有料ダウンロードを買ったのかって言ったら買ってませんね。まあそんなもんです。だからお客はいいなと思っても金払う人は 1% 以下ですよね。特にネット系なんかはもう普段もう全てが無料ですから、まあなかなか買いませんよね。でもそんなもんです。私だってまあそれはもう生きるか死ぬかみたいなね、3食のやつは、だからスーパーコンビニは高いから、ビッグコミックスプリッツ、ビッグコミックの立ち読みだけ、あとはコンビニセブンイレブンのワインが、お気に入りなんでですね、まあそれだけですね、コンビニで買うのは。あとはやっぱ安いスーパーで、これはもう行きないといけませんからね。肉と野菜となんかは買いますよ、ほぼ。それ以外は別にまあ不要不急じゃないですからね、買いませんね。なんていうかな、まあまあでもまあね、今までにですね、まあ多分 2,3 千人ぐらいでも買っていただいてると思うんですけどね。内容はですね、まあこうあるとですね、5人の社長ですね。事例1、会社の倒産で独立しても3年は給料ゼロだったっていう逆転人生。これは福岡の福井中道さんと言いまして、半径500メートルで粗利を今2億上げてる福井中道さん。これ営業エリアがですね、なんと半径500メートルだけ。ところがそこは福岡市中津っていうですね、まあ今回コロナで今大変ですけど、もう復活してきてますね。半径500メートルを調べたら福岡市内、調べたらそこに約ですね3600店ぐらいですね、お店とかオフィスとか、スナッククラブ居酒屋があって、年間の不動産取引量を調べたら市場がなんとその半径500メートルだけの4000歩弱ぐらいで市場が30億円もあると。不動産の売買とか賃貸とか管理料で30億と、なんだと、もうそこは1割シェア取っても3億で、
あちこち行く必要ないよねと。でそれまでは彼は朝日重建というですね、まあヤクザが創業して大成功した、一時期はライオンズマンションの次、年商2000億まで行った朝日重建のトップ営業マン彼がやってたんですね。でそこを辞めて、まあ、会社の看板で売れてただけということだったんですけど、で福岡、宮崎出身ですけど福岡で独立起業して、で不良物件、まあ、そのマンション買ったけどローンがもう払えないから競売物件みたいなのが銀行経由から回ってきてですね、で鹿児島行ったり宮崎行ったり福岡もあちこち西区も東区もいろいろ行ったりして、もう毎日飛び歩いて、それでも2年間実質給料は取れなかったっていうですね、独立してから、まあ2年、まあ3年ですよね、なぜだと、わからないと、まあ簡単に言ったら、例えば10時間、まあ、15時間はあいつずっと働いてますから、15時間働いたけども、全然給料も出ない、なぜだ、おかしいって。まあ、そんな時に武田雄一の本とかあれをこう見た時に、で対面接触するような仕事の場合は車で移動中っていうのは価値がないと、そうじゃなくてどれだけお客さんと会ってる時間、そういった無駄な時間を減らさないといけないと、アナログ営業、対面営業の場合ですよね、確かにそうだよなと、まあ、それに気づいて、じゃあ極力近場で営業しようと。でも近場でね、市場がどんだけあるんだろうかと。でまあ中洲っていう都市部っていうのもありましたけど、そこの3000店のオフィス店舗いろいろこう調べたら、年間で推定ですけど30億も市場があると。なんだ、じゃあこの半径500メートルの中だけでいいじゃないかと、ということで地域戦略というですね、地域特化絞った戦略をやっていったら、今22年目で年商が2億3000万ぐらいですね。で、粗利が 100%、仲介手数料なんで、かつ今社員が20名、15名、プラス派遣とかあれが5名ぐらいですかね。で、これも推定ですけど、夫婦で3000万年収取ってて、今も。今年はコロナで多分激減はしますけどね。でコロナで激減しても、まあ、従業員30人、20人か、まあ、3年以上余裕で払えるほどの貯蓄があるということは、まあ、多分3億4億ぐらいはもう今での22年で貯蓄会社としてキャッシュもあるわけですけどね、まあ、それぐらいの大成功をした、福井中道さんの古川さん。2番目が事業失敗、借金夜逃げから逆転申請、唐揚げ弁当で九州一から日本一へ。もしかしたら、まあ、今唐揚げ弁当専門のチェーン店としては今30店舗40店舗弱ぐらいですかね。ということは年商も十何億くらいと思いますけど、博多豊から亭っていうですね、唐揚げ弁当のチェーン店、もうどうやってね、その前も失敗ばっかりですよね。やってきて一時期は借金1億で夜逃げて踏み倒しまでしてた人間なんですけどね、博多豊空手の、その人がどうやって今唐揚げ弁当で、でかつ唐揚げ弁当っていうもう昔からあるような商品ですけども、そこでナンバーになれたのかっていうぶっちゃけ講演をですね2015年にしてもらって、もうそれはもうめちゃくちゃな内容で放送禁止用語を連発だったんですけどね、まあ今回それを一軸私が文字起こししまして、3番目が企業に失敗相談した師匠の数逆転申請、ね、この人だけ今大阪在住ですけど、いわゆるニュースレター作成代行業、社長通信っていう名前にしてですね、個人の自宅事務所でやっている、まあ、年商多分2000万ぐらいの一人自営業経営者ですけど、ニュースレター作成代行業ですね。福岡にもですね、ラクパの園田さんっていう人と大口さんっていう人がですね、まあいますね。ニュースレターの作成代行業、まあいや商品、地域、客層、新開拓営業どうやるか、勝てる商品、勝てる地域、勝てる客層、自分なりに決めて
その次が新規開拓営業ですよね。アナログ営業をやったり、ネット営業をやったり、こっちから攻めるアウトバウンド営業をやるのか、電話やるとかね、ネットでもこっちからメールを送りまくるとか、その攻めの営業なのか、もしくはプル、集客するようなプル営業、インバウンド営業、アナログネット、まあいろいろありますけど、勝てる商品、勝てる地域、勝てる客層を決める。次は新規開拓営業ですよね。その次が、いわゆるリピート客作りをどうやってやるか。まあ我々の武田ランチェスターの中では、顧客維持戦略、戦術って言ってますけど、一度作ったお客さんをどうやってリピーター、口コミ紹介、固定客、もしくはヘビーユーザー、まあ信者さんになって、ファン、信者さん、ね、熱狂的な、まあ、ファンになっていただくか。そのためには、ほったらかしだとやっぱ、リピートも口コミ紹介、ファンもなっていただけないですよね。じゃあ、というわけで、例えばお礼はがきを出しましょうとかですね。LINE で、その後いかがですかって。社長来てよって流すのね、ママさんがやったりしてますけど、その中の一つがメールとかハガキのもうちょっと深いやつですよね。なんとか通信っていうですね、ニュースレターみたいなもの、もしくは開放とかですね、そういうのを出したらいいんじゃないですかって、うん、まあ確かに出さないより出した方がいいですよね。まあところがなかなか書けない、そういった作れない、ニュースレターみたいな作れない人がまあ多分 99% でしょうね。そういった人たちに、まあ、例えば5万円台とか10万円台、7万円台ぐらいで1時間ヒアリングするだけでビシッと A4 裏表ニュースレター作成代行しますよという仕事で成功したのが3人目の、社長通信で売上アップ株式会社蒲町さん、大阪なんですね、のやっぱサラリーマン時代からあと独立起業してやっぱ失敗するんですね、もう貯金がゼロになって国金に行っても審査落ちてもうどうしようもない、独立したけど3ヶ月でもう廃業だって前の会社のすでに起業して成功していた先輩のところにもう泣きながら相談に行こうガーン、まあ、お前社長失格だと。ところがその場でその先輩が蒲松さんの失敗したあれをずっとヒアリングをして、お前一体お前は何ができるんだぞ、どういうことなん、どういうっていうか、そのお前はね最初失敗した事業があるけどお前はそんなもんやってる場合じゃないと、お前でもできることはなんかないのかと。あったらその場で蒲松さんがあって言ったんですね。それだろお前がやるべき企業のテーマ、へー、まあそれでクッってですね、その蒲松さんの今につながる仕事がこう見つかったので、まあそんなストーリー。4番目が月給50円のお笑い芸人から逆転人生、これは福岡のですね、まあ多分福岡で今ナンバー九州全域でもそうじゃないか、上り旗ですよね、不動産売りますですね、上り旗、あとはまあ看板、まあそれで、まあ、年商は1億何千万ですけど、まあそれでもすごいですよね。独立して1億超える人は、まあ10人に1人もいませんから、十分成功なんですよ。上り旗、看板で、プチ成功してるですね。エンドラインの山本さんの独立企業人生ですね。4番目がですね。で、一時期は、笑い芸人をですね、まあやってたんですね。九州、福岡、吉本で。で、月給が平均50円だったんですね。まあその後、悪徳商法入って、もう1ヶ月で辞めるとか。まあこの悪徳商法の話も面白かった、うん、パソコンの訪問販売、パソコンの電話販売、5万円のやつを50万円で、これがちょっとあれですよね、売りつけるっていうですね、悪徳なんですけどね、なかなかまあそういう心理のやつでそういうトークなのか、その通りやるとね売れるんですね、素人でも。まあただ普通の人は心が折れる、で山本さんも心が折れてやめた。ところが同じその高額悪徳ぼったくり商法をやってある程度稼いだのが、まあ某地区で上場2年前4年前した上場した社長の、やはり人生ずっと聞いていくとパソコン販売をやっていたって話が出てきてですね、でその話はあんまり詳しく話さないんですよね、なんか怪しいですね大体そういうのって。あとはですね、これはもう光通信っていう会社ですね、池袋本社、年商4000億くらい、
昔叩かれたけど今別に普通にコピーファックス生命保険そういったやつを電話営業とかですね訪問営業で売ってる光通信創業者の重田さんですよね。彼も創業期の話を何度も私は何十回も調べましたけど、やっぱりパソコンの訪問販売もしくは電話の訪問販売みたいなのをやってたんですけど、まあ詐欺です、はっきり言ってね、逮捕はされてませんけど、ああ3人目だなと。パソコンの高額ぼったくり販売、まあところがそこはノウハウがいろいろありましたよね。それをこう身につけると後々いい商品でいい営業でもまあ使えるノウハウがあったりするんですけど、で5人目がですね、これはやっぱ福岡発で今も年商55億いってるリーフラスというですね、小学生向けのサッカー教室とか空手教室とか水泳教室とかそういう教室、子供向けのスポーツ教室で年商も今創業22、3年ぐらいですけどね、上場準備に多分入ってるんですけど、まあコロナでちょっと伸びるかもしれないですけどね、上場がコロナで今吹っ飛んでますからみんな、まあまあそれはいいとして、このそういった子供向けスポーツスクールでどうやったのかと、前のサラリーマン時代から最初に独立した直後のですね、ここもまたいい話がたくさんありましたね。で途中からですね、まあ、あの社長2回私呼んで、まあ、3回か飲み会入れたらいろいろ聞いて独立企業話ずっとヒアリングして、はあなるほどその客層があったのかですね。あとは営業の仕方がですね、へえその営業かってですね、なかなかやっぱりネット上もたくさんもうリーフラスの記事とかカンブリア宮殿まで出てますんでね、ところがやっぱりそんな公のインタビューとかテレビとかでは喋ってないんです。やっぱ大事なことはですよね。まあでも私が主催したところではもうぶっちゃけていろいろ、なるほどそういう客層だったのか、そういう営業の仕方だったのかっていうのをですね、まあ全部許可なく全部こう書きましたね、まあただやっぱり一応、印刷前にはですねこの5人の社長には原稿は今回は見せましたけど、普段私も見せないんですね、週刊文春みたいに。まあ私は悪口書きませんから、口は今ね悪いですけどね、本ではですね、あのやっぱりいいことしか書きません。それでもギリギリのことはですね極力私は書くのが、まあモットーで、今まで出した本もほとんどは言語チェックはですねしてない、見せてないですね、で中身は全部褒める内容ですからみんな喜んでますけどね、というのは今回ですねそういった5人の話がですね、載ってます。で全部で5人招いて、5人招いて軽く5万円超えますって言ってますけどね、まあ超えるでしょうね、セミナー参加費直したら。でかつ1人3時間短い時で2時間ですからどうかな、まあ2時間として、まあ10時間分で何万円かのセミナー参加代のやつをその生で全部文字に今回してますんでね、ですからね3万円、まあ3万円としましょうか、3万円のやつがたったの1650円で読めるっていうですね、でそれも私まで勉強会何百回も主催をしてきて、やっぱりその中で良かったところしかも本にはしないんですね。あとは良くてもやっぱちょっとご表現しにくいようなのはやっぱり今で載せてないんですけど、まあ、厳選してますんで、28年いろんな社長を呼んできて勉強会主催して何百人か、その中から選んだ5人ですから、ね、間違いないんです。まあ、ぜひ金のない人はですね、あの立ち読みか図書館でもいいですよ、ぜひされてください。あの今回偉そうなねランチェスター理論とかもうほとんどないですから、最低限ありますけど、生の声中心にもう深く掘り下げた実際成功している小さな会社、小さなお店の社長の実力なんですね。まあ1600円全部買って、まあ1600円損したって言ったらまあ 100% ないですね、まあただもうすでに何億か以上でもうずっと黒字経営してますという人にとってはですね、まあ、あまり価値ないでしょうね。価値ないか、
おお、なるほど。俺が成功した理由がちゃんとまとまってるなと。まあ大体成功パターンは結果としては同じなんで、うん、まあ間違いないっていうですね、自信を深めることができるかもしれないですね。はい。という、ちょっと今日夜9時から Facebook ライブをまたしますけど、そのカメラワークのですね、練習で今ちょっとやったんですけど。はい、というわけでどうも。じゃあまた今日9時にですね、お会いしましょう。